ニコン Z7II 対初代 Z6 EVF 対決。ニコン Z7II で連写した時の EVF の見え方を調べました。比較するのは初代 Z6 の EVF です。Z7II が進化しているか検証してみましょう。Z6 秒間5コマの連写です。Z7II 秒間5コマの連写です。わずかですが、バタつく間の画像のカクカク感が少ないようです。Z6 秒間 5.5 コマの高速連写です。Z7II 秒間 5.5 コマの高速連写です。車体がアップになった時にスムーズに進む感じがします。 Z6 秒間12コマの拡張高速連写です。Z7II 秒間10コマの拡張高速連写です。連写が終わった後の戻りがスムーズなように感じました。同じ画面で比較してみましょう。ミラーレス第2世代の EVF の進化は思ったほど大きくないようです。ただし連続撮影可能コマ数は大きく増えてストレスフリーになりました。